の怒りや悲しみは理解できる。しかし、俺に言わせればな、悪を殲滅しようとする行為だって悪そのものだ。半蔵、俺が悪だというのか。違う。人間なんていうのは 多かれ少なかれ悪の部分を持っているってことだ。それを否定しても始まらん。ならば俺は悪などない光だけの世界を作ってみせる。
蛇所の抜け人がいるのはここですね。野放しの悪人ほど危険なものはありません。確実に始末しないと。誰かと思って来てみれば、アスカたちにちょっかいを出した善人じゃないか。どうした？今度は私たちと学園祭をやりに来たか？私たちホムラグレン隊は学校ではないが、団体戦ならいつでも受けてやるぞ。悪の存在は善を惑わします。やはり見過ごすわけにはいきません。悪は許せないというわけか。まるで昔の私を見ているようだな。もっとも、私が許せなかったのは善だったかな。あなたと同じにしないでください。まあ話し合ったところで分かり合えるものでもない。忍びなら戦って白黒つけようじゃないか。いいでしょう、望むところです。ほいほーい、じゃあ最初は私がやっちゃうよ。ホムだ、だったら初めは私がやるよ。未来か、頼んだぞ。私は指揮、よろしく。ミュウチンが私の相手ってわけね。何なのこのギャルっぽい子は。でもこういう人と話したことないから、もしかしたら小説のネタになるかもしれない。ちんって小説書く人？ちょっと人の独り言を勝手に聞かないでくれる？だって聞こえたんだからしょうがないじゃん。っていうか悪人の書く小説って興味あるんだけど。意外ね、あんた読書しなさそうな顔してるのに。あ、超失礼じゃないそれ。私こう見えても読書家だし。そうなの？毎日一冊は本読んでるし、オールジャンルかかってこいだし。漫画を描く友達にもアドバイスしてるし、関係ないけど般若心経が趣味だし。シー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 うるさい。もうさっさと戦うわよ。じゃあ一つ約束、私が勝ったらミライチンの小説読ませてもらうからね。
新婚の夢に沈むっきゃないね。任務開始。
Mira. My Junji.未来人マジうるさい。真剣に読んでるんだから黙ってて。面白かった。どこが面白いの？未来人、まだ途中。 読み終わったよ。いや、やっぱり感想はいいわ。聞いたらもう書けなくなっちゃうかもしれないし。てか、すっごく面白かったよ。未来人マジすごいじゃん。 設定がかなりぶっ飛んでるのに、心理描写が丁寧に書かれてるよね。だから物語の展開にグイグイ引き込まれちゃった。ありがとう。めっちゃ私好みの展開だし、未来人のファンになっちゃった。ってことで、勝負はここまでね。 え？私にとどめは刺さないの？とどめ刺したら未来人の小説が読めなくなっちゃうし、だから私はもう行くね。ふふ、ほんと笑えないし、私が悪人の書く小説にはまるなんて。 マジありえない。こんなんじゃ悪を憎めないよ。どうしよう、黒影様。<笑> こんなこともある。
るよね。私すごくない？いい技思いついた。